はい、どうもプロさんです。いや、おお。そして今日は浮気の不倫の先輩に来てもらいました。あの、時期的には先輩はさ、プロさんでしょ。俺別に後輩なんだ。いや、だって罪はこっちの方が圧倒的に多い。もう先輩ですよ。あ、どうも、あの、不倫の先輩の加藤純一です。お願いします。いや、まさかの。はい。いや、この組み合わせすごくないですか。さっきも加藤純一さんのチャンネルで喋りましたけど、うんうん、これ狙って僕がアップを入れたとかじゃないですよね、うん、ない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 。本当にこれだけは言っときたくて、うん、たまたまこの日に撮影しましょうって言ってたのが、はい、その渦中の日の1週間後だったっていう、はい、いや、そうなんですよ。だからもう2ヶ月半前ぐらいから決まってて、うん、なんなら1ヶ月前ぐらいに撮影予定だったんですけど、ちょっとスケジュール合わなくて、うん、そう、メキシコ行ってたんだよね、俺が。あ、そうだったんですか。そうそう、うん、で、それでこの今9月26日かに撮影になったんですけど、うん、その本当1週間2週間前ぐらいに炎上しちゃって、うん、そう、マジでラッキーこれ一発目よ多分これ。はい、うん、あ、一発目ですか。一発目だから、うまいことちょっと、いや、沈下させて。沈下僕苦手なんで大丈夫ですかね。大丈夫。はい、もうあの炎上を乗り越えてきたプロタンにしかできない。やっぱ、いや、自分自身の炎上の沈下は得意なんです。人の炎上の沈下はマジ苦手なんですそうなんだ前もちょっと彼女オーディションっていう、うん、でなんかやったんですよ、僕の彼女オーディションみたいな、うん、あ、なんかやってたね、うん、で女の子がなんか彼氏がいたかいないかも実際いなかったんですけど、うん、ちょっと炎上しちゃって、うん、勘違いで、うん、僕必死に炎上を抑えようと思ったんですけど、うん、もっと大炎上した俺だけ好感度上がりすぎて。ああ、なるほどね。はい、なるほど、ね。多分そうなっちゃう可能性高いんですけど、すいません。そういう時はちゃんと、あの、はい、過去のプロダンの悪いことも全部知ってる。いやいやいや、うまいことバランス取ろう。俺の確かに、そう、好感度はやっぱ、ね、中和しよう。確かに、うん。僕も引き出し出してね。そうそうそう。はい、適宜出してくれ。いや、すごい組み合わせだなっていう。うん。なんか本当に神の導きかなぐらい。そんな感じで。いや、俺もうやっぱあれだよね。はい、同じ穴の無地なというかさ、はい、やっぱ、こういうやつってさ、うん、なんか寄り添うわけだよ。いや、本当、周りにめっちゃ寄ってきたもん。マジっすか。うん、なんか、あの、これ言っていいのか分かんないけど、はい、で、Gメールに来て、はい、芸能人とか有名 YouTuber の人に、絶対に口を割らない女の子を斡旋してるアテンダーなんですけど、みたいなやつがね、くだるの、したげんだよね、やつって。お前、ガーシーとかいたじゃねえかと。それでさ、そんな、翌日に来たんだよ。まあ、マジっすか。怖えなと思って。めっちゃ多いですよ、僕も。僕、うん、メールでは来ないですけど、リアルで、うん、なんかすごい誘われたりします。口割らないような女の子と遊べるよ、はい、あいつら何なんだろうね。何なんですかね。口家庭いるんですよ、だから世の中にそういう、あ、いや、今だみたいな感じでお近づきになれると思って、うん、いや、僕もまさかこんな感じで近づきになれると思わなかったんで、はい、本当さっきも喋ったんですけど、マジの大ファンで。あ、ね、なんか出て、はい、ね、見てくれてたみたいな。はい、もう本当にニコニコ動画ずっと見てて、うん、だ当時もう60万再生ぐらいになってるんです。へえー、ニコニコ動画60万再生ってマジエグいっすからね。まあ確かに YouTube とかに比べたら、はい、そうかもね。だって YouTube で言ったら本当500万再生ぐらいなんだろそのその計算式は8倍なんだね。だから8倍ぐらいの僕はイメージあるなって。ああ、確かにあります、ね、しかも恋愛ゲーム実況の甘神とかで出してるんで。あ、そうだね、はい、あれ確かにそうだったね。うん、うん、え、なんかポケモンとかでやってましたよね。ポケモンとか何画面とかで。あ、そう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 、うん、僕の視聴者層にドンピシャリなんですよ多分。視聴者層って俺もプロダン動画ちょこちょこ見るけど、はい、なんかさ独特じゃない？そうっすか。で、一番さ、かぶってるのは何なの？ヒカルとかとかぶってる？ヒカルとか年齢層かぶってます。あ、でもね、30代前半から40代前半が一番多いんで。え？はい。そうなの？そうそうそうっす。若い女の子と見てねえの？いや、ほんといるっすけど 15% しかいないっすよ、女性。あ、はい、じゃあ同じだ。俺も多分30代が一番多い。はい、でも同じなんすよ。で、ほんとに類は友を呼ぶってこういうことかっていう。だね。はい、で、今後もちょっとね、うん、あの、プライベートで仲良くしてもらって俺たちがプライベートでさ行くとこで1個しかねえじゃねえかよ。女の店に行かねえだろ俺ら絶対。2人で、2人で居酒屋でこうやって飲んだらじゃ、嘘周りの人もさ、嘘だろお前らって言うでしょ。いや、それアプローチしておきましょうよ。あ、確かに。居酒屋で、居酒屋で飲んで、まあ、わざと取らせていくんすよ。確かに、こうやって飲もうよ。そうだよ、横並びでね、こうやって。あ、こいつら男だけで飲んでたんだみたいな。確かに、それ、それカモフラージュ大事なんだ。それツイッターとかにあげようぜ、こうやって。あえて、そう、あえてそういうやつを、あの、雇って、取らせて、ツイッターであげる。あ、確かに確かに、そう。って感じで、って感じでじゃねえよ。はい、そういうことなんですけど、はい、今日なんでこうやってコラボするかっていうと、うん、ほんと炎上とかじゃなくて、うん、あの、加藤純一さんの方の企画で、うん、キャプテン村下さん。キャプテン村下。はい。の企画でなんかボディメイクしてるんですもんね。そう。なんか本当に筋トレガチでやってて、うん、僕も結構何回か見せてもらったんですけど、はい。え、なんですか、来年大会とかにも、そう、来年2月に、まあ、始めたのが今年の4月からなんだけど、はい、1個目標があった方が、いや、まあ確かに、あの、本人も頑張るなって、
思ったのと、おふざけで出てると思われたくないの、その数字稼ぐためにそうですね、本当に純粋にそういう一回出て周りのレベルとかも見てみたいなっていう意味で、うん、来年2月だ、2月か5月に一回出たいなっていう、はい、はい、いや真剣にめちゃくちゃいいなと思って、うん、僕も最初そんな感じでしたもん。あ、そうなんだ。どうせやんだったら目標を持って、だから、うん、初めてボディービルに出たんですけど、うん、惨敗しちゃったんですよ、うん、だけどそこから悔しくて今こういう感じになってるんですけど、なんか視聴者全体がそれ無理じゃね、うん、みたいな、うん、それ絶対無理でしょぐらいの目標の方がそのエンターテインメントとしてもいいし、うん、みたいな。筋トレをちょっと今日教えるっていう、うん、でまだ全然初めてどれぐらいなんですか筋トレ。俺はもうほとんどやってないんだけど、はい、そのキャプテン村氏は5ヶ月。ああ。俺は本当にちょこちょこ、はい、もうお遊び程度でメニュー教えてもらってやってるぐらいで。はい、ああ、じゃあ。え、でもガタ良くないですか。いや俺でもないよ。いやいやめちゃくちゃありますって。嘘。いやめっちゃいいですってガタイ。肩幅とかは強くあるから。肩幅すごいですね。うん、え何やられてたんですか。俺野球やってた。あ野球か、うん。だから筋トレすればもっと。モテていくんで。いやまあそうだね男の子にモテるよね。男の方にモテるんで、うん、女にモテちゃいけないんで。確かにもうしょうがないよね。ほんとやめてください。もう寄ってないから。リアル優しすぎちゃうんで。確かに。それで突き上がっちゃうんでお互い。お互いまあまあそうだね。今俺はもう返す言葉もないですから。だから筋トレして男にモテていきましょうと。いやめちゃくちゃいい。はい、めちゃくちゃ健全じゃないですか。健全。はい、女にモテる時代終わりました。終わったな。まだお前ら女にモテようとしてんの。いやもう時代遅れですね。男だよね。男にモテてなんぼじゃないですか、うん、男の魅力って、はい、そうですね、はい、ちょっと今からジム行っていろいろ肉体改造をお伝えしたいなって、はい、真剣な動画、はい、真剣な、はい、色々聞きたいことも聞いていいですか。はい、やっぱ休憩があるんで。確かに、ずっと筋トレし続けるわけにいかないんで、うん、発散してレストして筋トレなんで、はい、レストの時にちょっといろいろ、はい、先輩先輩お願いしますよ。全然でございます。楽しみに筋トレ行きたいと思います。はい、はい、行きます。お願いします。はい、ということで、ジムに到着しまして、はい、今日、うんこちゃんとネジさんが、はい、まあ、主にネジさんが大会出るんですもんね。そうですね、はい、はい、でも、逃げてていいんですか、そんな見てるだけみたいな。あの、いつもは、はい、その神様視点で、はい、頑張れよとか言ってんだけど、はい、今日はやりますえ、絶対やった方がいいですよ。筋トレの喜びも知れるし、うん、男からモテるし、うん、やっぱ苦しんでる姿見ると、うん、うわ、なんか許してあげようかなってまあ、なんないかな。筋トレがそんなにそこまで詳しくないですもんね。はい、うわ、詳しくない。詳しくないです、うん、と分かりやすく、うん、男にモテるっていうか、うん、やっぱり大会で勝つっていうのはやっぱりかっこいい体なんで、うんうん、その、はい、まあ、いろいろめっちゃあるんですけど、うん、代表的な胸と腕やろうかなって、うん、おお、ここつけばリアルでもなんか胸すごくないみたいな女性からもすごいですやっぱり。あ、そうなんだ。胸板厚みたいな言われるんだ。はい、触っていいですかって。もう本当にありえなくないですか、無条件でそんなことって。いや、ありえない。普通鍛えてなかったらそんなそのコミュニケーション出ないじゃないですか、うん、いきなりそれが出ちゃうんですよ、胸が熱いと、うん、で、腕もすごいなんて言って、うん、じゃあ俺もちょっと触っていいなって終わってんだろ、近々出るぜ、またマジでそうなってくるんで、その喜びをしてもらいたいなって。 OK。 はい、じゃあまず胸から、胸からやりましょうか、はい、ここね、ちょっと使わせてもらう、撮影協力してもらったジムなんですけど、センチュリオンって名前で麻布十番にうん、ありまして、うん、なんとあのこの動画にこのオーナーさんがあやかるらしくて、1時間なんと無料おおですよね。ということで頑張りますよ僕見てみてください。はいはい、でも結構本当綺麗なんですよ。綺麗綺麗、場所もすごいいいしね、まあ、貸し切りで1時間無料へえ、初回だけ、初回だけ、はい、みたいなんでぜひちょっとチェックしてみてください。ベンチの方も見ていいですかお二人。あ、真剣にちょっと教えたいなって。あ、確かに、うん、はい、今後肉体改造して、うんこちゃんがまたモテる姿になります。帰り咲けるように、帰り咲けるように、あのステージ。あ、でもめちゃくちゃうまい。おーうまい。あ、もうこれでめっちゃわかる。ちゃんとやってます。あ、本当ですか。週5でだって今ジム行ってる。ああ、めちゃくちゃうまい。まあ俺もやっぱね、はい、そんな女と僕はしたわけじゃないから。いや本当にこれただの筋トレと思わない方がいいかもしれないですよ。何回上がんなかったら、うん、リスト公開させてもらって、はい、お前だろそれ。俺じゃねえだろ。なんでそっちの通路で俺に来たんだよ。同族だからリストも作ってない。付き合ってリスト作ってねえから抱いたこと忘れてたから。いきます。
もちゃん、うんこちゃん絶対やってない。やってない、俺はだからベンチプレスとか本格的にやってない、教えてよ。だから、はい、で、今日からマジでちゃんとやって、ちゃんとやって教えていくんで。そう、おふざけの動画じゃないから。まず足とか大事で、足を本当に地面にしっかりつけて、ここの力が強くないと上に出力いかないんですよ。このベンチと一体化する、まず体を、足を分散させない、で、しっかり、太ももの内転筋で締める。この、こいつにね。はい、ここ締めるんですよ。胸の肩甲骨寄せて、で、さらに、糸でこう、引っ張られてるような感じで、ギュッと、さらに胸郭を上げる。若干、手のひら1枚入るぐらい。ここは。はい、これがまず、セットポジション。これ、しっかり足も踏ん張る。下に。足も踏ん張る。足もしっかり地面に踏み込むような感じで上げるときに。そうすると全然パワー違ってくるんです。うわ、上がんない上がんないみたいなのあるじゃないですか。その時に握力めっちゃ入れてみてください。そうすると結構自然と上がるんで、それの繰り返しです。なるべく胸だけで動かしていくような意識で、あと腹圧も大事で、固めるお腹を吸ってる状態で吐いたのかな、吐いたような感じで、肋骨を締めるってやつがちょっと難しいんで、まあ腹にしっかり力入れて固めて上げていく。全然パワー違うんで。ちょ、もう一回やってみていい？はい。ベンチプレス、何キロぐらい上げれます？俺、60ぐらい。マジで100キロ余裕でいきます？いや、今俺60だよ。はい。いや、マジで3月ぐらい、いや、ワンチャンいけます。100キロ？はい。ガタイが多分めっちゃいいんで、肩幅とか多分、ほんと、えげつない格好者の体になると思う。マジで？はい。やろうかな。絶対やったら、ポテンシャル高いんで。で、肩甲骨寄せてください。いや、これベンチ締めると。締めた。はい、締めてしっかり踏み込む。踏み込んだ。これ辺ですかね。はい、で、そのまま真上に上げる。はい、そう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 。で、お腹しっかり、ふってちょっと力入れて。はい、で、そのまま。あ、全然綺麗。全然綺麗ですよ。いい本になってきた。めちゃくちゃいい本。おー。で、ネジさんは結構できてるんで、そんな感じでちょっとじゃあ、重量上げてやってみます。重量。うんこちゃん、これ本当に10回ノルマ上がらなかったら、誘われた芸能人とか暴露してください。はい、誘ったじゃなくて誘った芸能人いるんですか？いるいるそりゃいるでしょ。そういうのって怖くないですか？なんか断られたらどうしようみたいな。全然怖くない。やっぱ狂ってるやつでそうなっちゃうんですよね。結構あんま怖くないですよ、断られるの。断られると怖くないよね。だってさ、自分を高く見積もってないんだよ俺ら。ああ、そうそういうことです。俺たちなんて振られて当然だと思う。基本的に筋肥大は7から8、6から8ぐらいやると、重りでやると筋肥大いいんで。へえ、めっちゃ綺麗です、ベンチの方面。そんな軽々上げんの？40。重りを受け止めるような感じでゆっくりね、ゆっくりで上げて、いける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 、はい、いける、はい、1いける、 OK。 一回もう戻しましょう。いや、いいいいいい。これ50です。俺結構余裕だったよ。でしょ。やっぱ足とか腹圧とか全然変わってくる。なんかさ、前結構ギリだったよね。確かにギリギリ。これ50なんで70いきますか。70いったら許してほしい。フィニッシュ捨てなくてもプルタンは許してほしい。世間の皆さんにプルタンは許してほしい。俺許しますね。なんか全然話変わっちゃうんですけど、お金とかって何に使うんですか？だってめっちゃ稼いでますよね。いや、変わんないよ多分。いやいや、せーので年収よじゃん。え、ピーでせーので年収よ。いやいや、なんで俺も言うんだよ。じゃあもう絶対2億ぐらいですか？何、年収？年収まあ、そんぐらいじゃない、わかんないけど。すごいな。え、もう同じくらい考えてんだろ。いやいやいや、僕最高でそれぐらいなんで。俺多分年収650万ぐらいだから。月じゃ50万しか振り込んでないですよ。そう。え、本当ですか？本当本当。ええ、でもその設定されて、そうそう。法人はまた別ですもん。そうそうそう。僕は100でした。いや、だから同じ傷負ったものだとベラベラ喋っちゃうから。はい。10、10、4、10だから20で60か。60だ。あ、まあちょうどいい60。あ、60。限界が60でしたもん。俺60。ゆっくりゆっくり受け止めながらフォームチェックしながら。そう、で、そこからもうその一定のリズムで、そう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 、うまいうまいうまい、めっちゃうまい。いい。せーの、はい、固めてください。いける。おお、いける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 。オッケー、すごい。いった。いきました。いきました。いった。いったわ。え、どうでした？いや、もうちょいいけるかもしれない。おお、すごい。でも、うまくないですか？僕結構教えるの。うまい。はい、ちゃんとやってきたの。しかもなんか今日は俺プロタンの言うこと素直に聞ける。あやまりその言うこと聞けなかった。聞けなかった。
変わったなと思った俺も。マジで。じゃあ70いってみますか。70いきたい。70上げたらだって結構自分の体重ぐらいだよ。これ上がんなかったらマジで誘った芸能人公開っすから。ああいいよ公開する。名シーンだな。じゃあいきますよ。せー、腹つかれてね。せーの。ニアピンだな。ちょっとねこれ悔しい。いやでもマジで悔しい。でも60が限界だったんですよね。60限界だった。10キロってこの、うん、たかが10キロって思うかもしれないけど、うん、マジでむずいんですよ。いや今俺ちょうど限界ぐらいだわ。65だったら多分上がったと思う。65上がってましたね。で僕リアルにちょっとここ振って、うん、ほぼ力入れないぐらい、うん、支えたぐらいで上げたんで、うん、いや本当フォームとかもちゃんとすれば今後、うん、70が多分普通になって、うん、一気に体を動かしますよ、うん、じゃあいいですか一人。いや嫌だよ。なんで言わなきゃいけないんだよ。いやそそっさせた芸能人また炎上しますよ。いやだよ。下手くそだよ。なんかその炎上してるやつをかばわない。なんでいや実は俺あいつさせちゃいましたよ。みたいなさ火に油注いでる。じゃあ一人言ってくれたら俺もいいよ。じゃあまず自分から言ったよな。独身なんだよ。いや僕はあのあの俺先輩と付き合ってたわ。マジですか。あのご飯どうですかって送ったらいいだけつきました。じゃあ結婚する前じゃん。もちろん結婚する前、まあ、もちろん普通の前だよ。ピー入れるの。これは結婚する前だから別に。それ成功したんすか。いやしてないしてないしてない。もちろんしてない。すごいな。ここまで誘った相手のジャンルも一緒なんだねえ。なんか変に自信つきませんでした。なんか食事行ってみたいな、こういう関係になったらどうしようみたいな。おかしいよ俺。どうしよう俺だ。する前から自信ついてんの。俺はちゃんと振られたんで。それ結婚する前3、4年ぐらい。ここだよ。いい。おお、あ、疲れてない疲れてない。おお、頑張ってほしい。いや、あと2回。なんだよ。うわ。週3本当に3、40分でも全然変わってくるんで。マジで。はい。じゃあこれ筋トレすると性欲マジ上がるんですよ。終わりじゃねえよ。性欲上げないようにしようだね。性欲上がっちゃうんですよ。上がっちゃうんだ。コロナさんから教えてもらって、うん、もうなんかちょっとしかやってないのにめちゃめちゃ効いてます。うん、はい、これからねやっぱ筋トレいっぱいして、はい、女の子にだけじゃなくて男の子にも持ってないんで。そうですね。ちゃんとフォームを教えて。言葉選んでください。フォームをちゃんと教えてもらって、はい、頑張ろうって気になりました。いや絶対大事ですよ。じゃあマジで付きっきり教えますよ今後。本当に？じゃあ連絡していい定期的に。いやマジで本当に今後絡ませてください。やっぱり他人とは思えない。はい、じゃあ続いて、はい、バーベルカールなんですけど、はい、これイージーバーっていう。でこれ何がいいかっていうと、こうちょっと曲がってるじゃないですか、こういうふうな。もう、はい、ここ持つことによってより収縮しやすいのと、二頭筋って2つあるんですよ。短頭って言われる部分と長頭、うん、でこの短頭を鍛えていくんですけど、はい、こう鍛えるとその力こぶとかこのなんかちょっと繊維見えないですか、こう。おーここはいはい、力こぶが見えやすいと、うん、で握る幅はちょっと若干狭め狭め肩幅が狭め、はいはい、上げていくじゃないですか、はい、これポイントがあって、まず若干肘は後ろというより、まあ、後ろのやり方もあるんですけど若干ちょっと前、はい、お腹よりちょっと若干前ぐらいに、うん、肘が軽く前ぐらいに出るぐらい、はい、でそのまま収縮していくんですけど、これ若干体も収縮と伴って これぐらい丸め込んでいく、うん、そうすると折りたたむみたいな感じでより収縮が強くなるんですよ、うん、はい、で伸ばすときに若干こういうふうに収縮と同時にこうでこういうふうに伸ばしていく、うん、はい、でこれ肩上がっちゃう人いるんで、はい、いつ何時も筋トレしっかり肩を落とす。小指薬指中指主に意識を置いてこういうふうにやってる感じです。実際にはそんなふうにいってないですけど、うん、バーなんでこうやってやるとこう動くの分かります。あのその動作でやっていきます。こういうふうに。なるほど。そうするとより収縮が強くなる。で収縮してからがスタート。うん、いきなりこうやるとどんどんなんかどこ入れてんのか分からなくなっちゃうんで、はい、収縮するとここに今意識入ってますので、うん、入ってます。そっからゆっくり下ろして若干ちょっとプレゼントするような感じで若干ちょっ
遠くに、はい、気持ちでいいですよ、気持ち。さっきのベンチと同じようにこうダラッとしちゃうと休憩入るんで、はい、その休憩入んない手前でそれをずっと繰り返す。あ、そうそうそう、うまい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 、はい、しっかり肩を落としてね、はい、そう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 、うわ辛そうだね、はい、きますね。収縮感を最大限までしちゃっていいんで、はい、あっ、あっ、あっ、はい、10、あ、OK、 おー、うわ、すごい、すごいですか、すごいです、めっちゃ入ってますね、はい、あ、結構重い、結構重いです、重い、はい、足はこのぐらいで、足肩幅ぐらい、腰幅ぐらいで収縮されてるの、収縮されてる、うん、はい、ここを意識した状態で下ろします、ゆっくり、はい、それを繰り返し、いや、これきつい、はい、もうちょっとテンポよくていいですよ、 OK、 はい、収縮するときに若干肘もうちょっと前ぐらいに、okay、 自然な感じで、はい、はい、小指薬指側でこう内転させながら10、あと5回、はい、はい、もっとテンポよく、お、怖い、3、はい、5、よし、あと3回、3回で、はい、1、一番良かった女性の名前は2、やばい、いや、めちゃくちゃ、はい、3、はい、OK、 うわ、これすげえ効く、ここに、やばくないですか、ここに、やばい、ここに効く、はい、うわ、すごい、これマジで一気に効きますよ、はい、このビギナーズラックってあるんですよ、筋トレ初心者が、うん、一気に体変わっていくんですよ、へー、今までありえない刺激が来るわけじゃないですか、うん、はい、僕たちとかって結構限界値、もう経験値があんまりもう入ってこないんで、うん、あ、だから今これを数ヶ月一気にやって食事もしっかりとってたら、え、どうしたってなりますもん、マジで努力したってやっぱ目に見えないもんなんで、うん、でも体、うん、ビフォーアフターって努力したんだなって誰もが分かるじゃないですか、うん、分かる、それをちょっとやってった方が絶対いいと思う、 OK、 なるほど、うん、やる、はいそれぐらいしかすることないからね、はい、でも俺ここ1週間で初めて今心から笑ってる気がするわ、嬉しい、本当ね、しっかりメンタル落ちてた、落ちてたよそりゃ落ちるでしょ、しっかりメンタル、人の子だもん俺だって、じゃあ今何してる時が一番楽しいですか、配信、ああ、もう本当配信なんだ、うん、本当に炎上して気づきますよね、ありがたみがやめてそれちょっとそろそろ加藤さんに噛んでもあげてやるかみたいな、もう手遅れだからもう突き進むしかない、もう進めないか、そうやめよこれ話、やめよ、3、4、5、いい、ホームうまい、9、10、2、丁寧丁寧、肩上がって、肩上がってきてる、はい、あと3回、え、嘘でしょ、はい、1、ブレーキやろ、まだこっちで、いける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 、ラスト1回、ラスト1回いける、いけいけ、よし、ナイスナイス、アームカールでこうなるの、あっでもすごいわ、いや、すごい、もうピンポイントでここ、はい、最後、はい、最後胸の上部とかやりますね、ああ、やりたい、胸ってで、これを鍛えないとなんかおっぱいみたいな大胸筋できないんですね、ああ、こっから盛り上がったのかっこいい大胸筋でできないんですよ、ここがあると、うわ、なんかすげえ、ここでかいみたいになる、うん、2、うまいうまいうまい、さあ、なんで今ちょっとカメラ目線手を見たんだよこんなやんねえだろ胸の上部効いてる感じある、いや、めちゃくちゃある、で、これで重量をちょっと若干上げますか、うん、で、1日のルーティンどうなってるんですか、睡眠とか、5時に寝て、5時、朝の5時、うん、12時に起きて1時から配信して、13時から配信する、うん、24時も配信して、ちょっと待って、10時間ぐらい配信してるんですか、そっから、もう最近ずっとそうだね、ツイッチをずっとやってるんですか、ずっとやってる、あ、ゲームしながら、まあ、ゲームしたりなんか変な企画したり、すごっ、そんなずっとじゃテレビ座って喋ってるんですか、面白い、面白いんだ、面白い、それがもう17年間ずっと飽きずに、飽きずにうまいな、一番幸せ、セックスしてる時でしょ唯一じゃあ不倫しないのがよかったじゃないですか、ね、楽しみ見つけちゃったんだ、そんだけは、うん、はい、しちゃったね、声に言われてこっちに言うのやめて、うわ、これきっつ、はい、もっと肩甲骨落として、オッケー、そう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 、はい、3、2、いけるいけるいける、自分に収縮、はいはい、うわー、オッケー、ナイス、ほんと胸板とか腕太くなると、うん、あの抱き枕した時にマジでこんないいんだってなるから、こんなにマッチョってこんな抱き枕密着されていいんだってめちゃくちゃ多かったですよ、あ、そうなんだ、はい
なんで俺こうそういう横島な道にさ誘い込まれてるんだよ。だってこれでさ俺がさ本当に筋トレしていいからだったらあいつ抱き枕するために変な噂が立つでしょ。今日抱き枕特化型のトレーニング確かに、ね、そこまでしてくれてたんだ、はい、あそこまで、はい、聞くね、はい、こういう感じで絶対大事なんで。あ本当だ、抱き枕取ったトレーニングで奥さんだけにしてください。そうそれもちろん、はい、なんかいきなり声小さくなるなんか嘘を言うときめっちゃ声小さくなります。そう、はい、そうなの。本音のときは逆にめっちゃ声堂々として。俺ね嘘なりやすいんだよね。めっちゃわかりやすい。めちゃくちゃわかりやすいの。これに1秒でバレた。いいね。6、しかもテンポもめちゃくちゃいい。急激に成長してる。7、あ一番最初よりロンキレイ。うん、きつくなったら腹しっかり力入れて。2、いいよ。はい、よいしょ、5。フラストね。じゃあフラストでいきましょう。でも苦しい時にもう上がらないって時にあのさっちゃん思い出してください。オッケー。泣かしましたもんね。泣かした。はい、うん、その悲しみをうわ俺やっちゃったって思えば確かに何回上がるかでその気持ちが伝わるんで、さちこだって10回あります。さちこ10回そっからどれぐらい上がるか。まず10回1 1え終わらせたらダメですよ。2いける。せい見せよう。3いいぞいいぞ。4いいよ、しっかりコンロちゃんとしてね。5、そう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 。6、7、8、9、いいいいいい、フォーム崩さない。この5個はい、10、よしよし、こっからこっからさっちゃんどれぐらい思いがあるのか。ぴったりぴったりぴったり。これでちゃんといい食事、うん、ちゃんといい睡眠とれば、うん、本当に体も変わってって心も変わって、うん、仕事にも前向きになって、うん、本当にいいことしかないですよ。いやもうず一生これも、はい、私もデジタルタトゥーとしてデジタルもう出てる、もう払えちゃってるんで、うん、まあ、それはもうしょうがないです。しょうがないです。で今後の生き方で、はい、人ってやっぱりもう一回諦めて見てくれる可能性あるんで、はい、今後の生き方っすよね。生き方、はい、まず体を変えていきたいと思います。うん、そのお手伝いしていくんで、はい、そしてお互いプライベートでも、うん、いい大人の代表として、うん、こんだけ浮気した男ってこんな素敵な男になるんだって。そう見せていきたい。見せていきたい。ブーさんありがとう。ありがとうございます。そんな時にコラボしていただきました。うんこちゃんの方でもね動画そっちの方が結構ずかずか食べらせてもらってるんであれ逆だよね、せっかく俺のしおちゃんでなくて俺の先生熱いよ。たまにはね、そういうたまには、はい、ね、あの上手に教えてくれるけど初心者の人とか俺は初心者だったからそれでプロタに教えてもらってすげえ助かったわ。いや本当ですか、うん、いや僕結構やっぱり、うん、まあ、才能ない方なんで筋トレ。いやそんなことないでしょ。いやでもだからこそ、うん、めっちゃ勉強したりとかして、うん、結構教えるのはやっぱり寄り添って結構教える得意だったりするんで、うん、すごい分かりやすかった。分かりやすかった。で2人はマジで才能あるんで、まあ実はですねそんな感じで、うん、まあ、僕筋トレ塾ってプロタン筋トレ塾みたいなの始めてて、え本当に、うん、加藤さんとかネジさんみたいな初心者さんが何やっていいか分かんないみたいな結構多いと思うんですよ、うん、そういう人が本当にその通りに進めば筋肥大していく、本当に自分の体に最短でコミットしていくような筋トレ塾をオンラインでやってるんで、いや本当に俺の炎上に乗じてそうだ俺商売しようとしてる商売して全然聞かせてよ話を聞いてもらったから聞くよ。それはそうですよっていう感じで本当に初心者さんが、うん、栄養とか食事も、うん、でなんかパーソナルトレーナーに習って、うん、で実際ジムでやっても全然わかんないみたいな結構多いと思うんですよ。ちゃんと教えてくれるんだ、はい、そうです。本当に1から10まで徹底した YouTube で出してないフォームとか、うん、いろんな情報を発信してるサイトを作ったんで、はい、それまたね最後にちょっとお知らせするんですけど、プロダン筋トレ塾で興味ある人はちょっとこの後も詳しく説明するんで。でもおすすめだ俺、はい、ちゃんとあんなに真剣に教えてくれると思わなかった。ちゃんとおすすめです。本当になんかこういう初心者さんって一気に体改善して、うん、メンタルもどんどん良くなっていくんで、うん、そういうの教えたいなっていう。今日はちょっと本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで巡り合わせすると、はい、で今後もちょっといろんな形でお付き合いしたいなっていう。で次はプロダンが炎上した時にまた僕が来ます。いや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 一番最初になんか数年に一度
はい、ということでですね、先ほど加藤純一さんと撮影終わりまして、まあ、名前にも挙がったようにポロタン筋トレ塾でオンラインパーソナルジムのサービスなんですけど、結構問い合わせ多く来てたんですけど、こちらでちょっと詳しく説明させていただきたいなと思います。パーソナルトレーナー代表の田子さんがちょっと主に説明していくんです。今日お願いします。今回はサービスの概要に関して少し僕から具体的に説明していこうと思います、はい、僕もトレーナーをしていて、筋トレを始めたばっかりの人とか初心者の方にはですね、ちょっとこんな悩みが聞いております。はい、まあ、未だにね尽きないですよね。例えば手軽に通えるパーソナルジムが近くにないですとか、はい、料金もちょっと高すぎるとかですね、うん、あとは自分に最適なメニュー組み方がわからない、はい、最近 YouTube とかで筋トレの動画とかよく上がってるとは思うんですけど、一つの種目のフォームを覚えたところで、じゃあそれを実際どういう風に組み合わせていろんな種目自分の理想に向けてやっていくのかっていうのが分からないって人もいると思いますよね、はい、あとはやっぱ筋トレ自体がすごいハードな作業なので、なかなか継続が難しいとか、一番のポイントは継続ができないですよね、うん、あと食事ですとかトレーニング方法の動画情報に関しても、結構いろんな情報が出回ってると思うんですよね。まあ確かに。なのでどの情報が自分自身にとって一番ベストな情報なのかがわからないとかっていうのをよく聞きますよね、はいはい、なのでプルタン筋トレ塾ではこうした筋トレボディメイクに関わるです、ね、悩みをですね一発で解決するためにですね、いろんなサービスの特徴があります、例えばなんですけど大きくですね特徴が3つございます、はい、ですね、まず特徴の1つ目がボディメイクにまつわるしっかりとした動画教材です、うん、例えば筋トレのフォームのポイントだったりとか怪我しないためのコツ効かせるためのコツっていうのはプロタンさんいっぱい出してもらってますよね、はい、で普段プロタさんも YouTube で筋トレの動画とかも上げるとは思うんですけど、はい、全然中身違いますよね、まあ、全然本当に初心者さんのために特化したみたいな感じになってるので本当に分かりやすく、そして初心者さんが本当になりたい体に最短にコミットできるような、まあ、動画作り、まあ、淡々とした動画だとやっぱ見てても飽きちゃうんで、そういった飽きさせない動画作りの工夫もされてるんで、本当になんか楽しく体作りできていくんじゃないかなっていう動画素材になってます。全ての動画が全部プロタン直々に説明してくれてますよね、はい、プロタンのことが好きなファンの方にとってはすごいいいのかなと思います。次に特徴の2つ目に関してはメニュー作成になります。先ほどもお話しさせてもらったんですけれども、種目ごとのフォームが分かったとしても、じゃあそれをどれくらいの重量設定で1セットあたり何レップやればいいのかとかも結構最初難しくないですか、うん、はい、めっちゃ難しいと思う。難しいですよね。なのでそのあたりも例えば人によってですね、どれくらいのレップ数でやるのかとか、まあ、そもそものセット数っていうのも変わってきます。なので YouTube で無料で確認できる動画なんかもですね、まあ、どの人にもある程度当てはまるような内容になっているとは思うんですけれども、このプロタ筋トレ塾ではですね、パーソナルジムとほぼ一緒ですね、塾生の方一人一人にですね、しっかりとフォームを確認していきます。なのでその方にとってベストなフォーム、怪我しないフォーム、ちょっと人によっては体が硬かったりとか股関節が硬かったりとかすると思うんですけれども、そういうのも踏まえた上でですね、ベストなフォームっていうのを、コーチングしていきます。これが特徴の2つ目ですね。で特徴の3つ目になります。これがパーソナルコーチングになります。成長を確認したりですとか、一緒に目標を決めたりですね、その他例えば課題とか悩みがあったらマンツーマンで相談に乗ってくれる、そんな機会も提供しております。でその時に例えば細かいフォームの確認とかチェックっていうのも合わせてできるようになっております。まあ、だからもう要するにほぼパーソナルジムでパーソナルトレーナーとマンツーマンで実際になんかやってるのと感覚ほぼ同じってことですよね。あ、もうおっしゃる通りです、うん、まあ、実際にじゃあこれ受けて変わった人がどれぐらいいるかっていうところなんですけど、実際にこのサービス自体は8月1日から始まっているんですけれども、うん、水面下でモニターの方は参加してもらっているんですよね、はい、その方の例を紹介していこうと思います。でこの方はですね、28歳の男性の会社員の方なんですけれども、うん、これのモニター入る前は筋トレ自体が全くの未経験だった方になります、うん、なかなか体が大きくならない、ジムに行ってもなかなか効果が出ないっていう波があった方なんですけれども、これは期間が6ヶ月間ですね。で写真で見る限り結構筋肉量増えてましたよね。すごいな。なんかどこが良かったですかっていうふうにヒアリングさせてもらった時にですね、やっぱりその専属のトレーナーが直接フォームをチェックしてくれるので、うん、例えば自分が YouTube 見ても分からなかった細かい部分を自分にとってベストなフォームっていうのを教えてもらったのがすごい良かったなっていう、うん、まあ、初心者さんってやっぱそこなんでしょうね、うん、あとはその基本的にトレーナーがしっかりその方の目標とか理想の姿をヒアリングさせてもらった上でメニューを作成するのでですね、実際会員さんは理想の姿をこう伝えてもらうだけで、うん、トレーナーが全ての道シールを出してくれます。なので基本的にはその通りやっていけば成果が出ていくので、特に迷うことなく着々と成長していくことができたっていう意見もございます、うん、あと丸さん3つ目で、やっぱり筋トレって先ほども言いましたけど継続が大事って話があったと思います、はい、
例えば定期的に専属のトレーナーと会話する機会があると、やっぱりその場合でも成長した点もあれば課題の抽出もできるので、成長できたこと、あとはこれからやるべきことっていうのが明確になっていくんですね。なのでモチベーションも維持しやすいっていう意見がございます。プロタさんも最初の頃は一人でやみくもにやるの大変じゃなかったですか？まあ、かなり遠回りしたので、僕は本当に好きだったんですけど、やっぱり嫌なことをやり続けるって難しいし、なるべく最短でコミットしたいっていうのがあると思うんで、その時間ちょっともったいなかったって今、振り返ると思います。めちゃくちゃ思います。そうですよね。よくわからない、自信がない人にこそですね、非常にいいサービスとなっております。金額面がかなり気になってると思うんですけど、パーソナルジムでそのパーソナルトレーナーと一緒にやるサービスほぼ変わらないじゃないですか。はい、一般的にパーソナルジムって1ヶ月15万とか、まあそうですよね、まあそれぐらい、3ヶ月で40万とかってよくありますよね。はい、なんですけど、それだと結構ハードル高くないですか？まあ確かに。なのでそれを解決するために金額に関してはこちらですね、月額9800円となっております。はい、かなりお手頃かなって僕は思うんで、本当にしかも初心者さんが、まあ本当に軽く始めるっていうところでは、本当に金額感もいいし、サービス内容もほぼ変わらないってことですもんね。ほぼ変わらないですね。むしろいいぐらいな。むしろ僕はいいと思います。まあ、僕も見た感じはもう本当にいいなっていう。この金額の中に毎月出る動画教材ですとか、メニューの作成、あと専属のトレーナーの、コーチングセッションも、はい、1回分含まれております。はい、でもし追加でトレーナーとの会話を増やしたいっていうのであれば、1回5500円で追加セッションも増やすことができるんですよね。はい、パーソナルトレーニング1回5500円とかって結構聞いたことないですね。そうですね。まあ大体1万とかなんで。大体そうですよね。はい、なので大体1回パーソナルトレーニングするのであれば、ぜひこちらのプロダン筋トレ塾に加入した方が安く収まるし、内容も濃くなっているって。しかも飽きさせない動画作り、まあお笑いがエンターテインメントには振ってないですけど、本当に飽きさせない感じで、本当に雰囲気もよく、動画教材も本当に楽しい感じで作られてるんで、本当になんか見てほしいですよね。結構美人な女性トレーナーたちもいっぱい出てますもんね。まあそうなんですよ。まあそういうところが結構いろいろ工夫されてるんで、はい、男のモチベにはかなりつながるんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。かつ年間プランっていうのもあります、まあ、筋トレって1ヶ月やっただけじゃ変わらないと思うんですけど、はい、例えば1年間みっちりやろうっていう方はですね、年間プランご加入していただくと 15% も割引が入ります、はい、なので月額あたり8330円になります。で、追加のコーチングセッションも増やしたい場合は1回4400円、はい、1000円分割引が入っています、うん、なので長く続けたい、成果出したいって方は年間プランのおすすめになります。あとはこのシートの一番下にマンツーマンのチャットサポートがついて、オプションでついているんですけれども、こちらはですね、例えば細かく毎日食事指導を受けたいですとか、頻繁にフォームのチェックをしてほしいとか、トレーナーとのですね会話を増やしたい方にはですね、これおすすめになっています。今だけ限定なんですけれども、またサービス始まったばっかりということで、こちらキャンペーンがあります、うん、2つあります。はい、はい、1つは食事攻略ガイドブック、おすすめの食事ですとか、タンパク質が取れる間食のメニューだったりとか、そういったものを紹介する PDF 配布させてもらっております。で、またキャンペーンの2つ目ですね、初月 20% オフクーポンを発行します。なので通常月額9800円のところ、はい、7840円になります、はい、なので例えばパーソナル受けたいなって思ってる方がもしいらっしゃった場合は、実際これ初月受けるだけでなればもうお得ですもんね。元取れちゃう、本当に元取れちゃうんで、ただもし継続してくれたらですね、また毎月のサポート受けれますのでですね、はい、本当に結構面白いコンテンツになってるんで、本当飽きはないかなっていう、客観的に見て楽しく筋トレ続けて、気づいたら筋トレの知識ついて、で気づいたら体変わっていくっていう動画教材、そしてサービス内容になってるんで、本当になんかパーソナル1回で終わっちゃう人とかかなり多いと思うんですよ、こんなもんかみたいな、はい、そういう人はぜひちょっとこっちの方が金額的にもお得だし、はい、知識も全然違ってくると思うので、ぜひ受けてほしいなって思います。詳しくさらに知りたい人は概要欄に LINE アット貼ってあるんで、それ追加してもらえれば詳しく説明とかされますもんね。クーポンも公式 LINE から発行するので、はい、ぜひ登録お願いします、はい。まあ、ぜひね、筋トレ悩んでる人、体いつまでたっても変えられないなって人は、本当にこういう踏み込むチャンスって数少ないと思うんで、そういうチャンスをものにできるサービス作れたなって僕自身は満足してるんで、まあ、ぜひちょっとこの機会に、まあ、一度一回だけでも、まあ、解約も結構簡単ですか？もう縛り全くないので何ヶ月継続しなくちゃいけないと一切ございません、まあ、結構そういうのはあるあるであるじゃないですかね、解約難しいんじゃないかみたいな、それ一切ないんで、サクッと解約もできるんで、本当試しに一歩踏み出して自分の体変えていって、本当に人生より良くしてもらいたいなって思いが強くあるんで、ぜひちょっと概要欄の方見てみてください。ということで本日動画はこれで終わりということで、はい、また次回ぜひに入塾してもらった方はプロダン筋トレ塾でお会いしましょう。ということでありがとうございました。またねー。